日本で一番髪が長い男性とは誰か、紛れもなく未来の私である。近年は女性の短髪化と男性の長髪化が著しいが、並大抵のものは1メートル超の髪を手に入れられないどころか、一般人の世界では肩にかかる程度の長髪らしい。私の現在の髪の長さは1メートルに満たないと思われる。最近後ろ髪が腰にかかるほどとなったほどになってきた。ここまでこのまま立った状態で下半身にまで伸びても切らずにいきたいと思う。男性にして私より髪の長い日本人はどれほど存在するだろうか。中国や東南アジアにはある程度異常な長さの男性がいる。世界一長い男性はすでに亡くなられたベトナム人である。現在の私が男性において日本一の髪の長さを持っているという自信は薄いが、とりあえずいずれ日本一になる素質がある、日本一になれる素質があることだけ伝えておこう。またネット上で自分で調べたところ、未だ私より長い日本人男性は見かけないので、ここで私が髪の長さを宣言すればそれで十分日本一になれる。測る道具を持っていないため数字は出せないが、はい、とまあ言うことなんですけど、いや、髪が長いことに際して皆さんは、まあ例えば自分が伸ばすといろいろ不便そうだと思うでしょう。実際にちょっと長い程度で髪が目に入って視界を遮って、あとは違和感があって目に刺さったりとか、あとは長いとふわふわして心地が悪いだとか、そういう経験もあるでしょうね。だからまあ見た目に無頓着な日本人男性は髪を短くして、日本男児は短髪だなどと言い出しますが、私は昔の日本人は髪が長かったと思うので、新生日本人である私は髪を長くしています。やはり日本神話の偉人を見ていると、あの髪の長さというのは風格があって貫禄があって、まさに偉人や神話上の人物にふさわしいと思いますし、神話でなくても現実昔の日本人男性は長かったと思います。まあ私髪が長くて、まあ現時点ではまあそんな別に問題はなくて、ここに至るまでにまあ少し長いとまあ不便であるように感じた点も多いが、今となっては十分克服しているわけである。しかしこれから伸ばすと別の問題が生じることになるわけだ。例えばトイレの時に髪が、まあ、最近になってトイレしてて少々ちょっと前に体を倒しただけで、これ床に髪がつきそうになったりして、すごくトイレしづらかったりする。特にお腹が痛い時なんかは苦しくて仕方がない。お腹のことと髪のことどっちも気にかけてしまうわけだ。トイレがしづらいのは間違いないし、これ以上伸ばしたらとんでもない問題が生じてしまいそうなので、まあ髪を伸ばすことに際してそういう不安はあるが、まあ大丈夫だろう。私は髪を伸ばしたいという意志が強いからである。その程度のことなんか私には関係がないということだ。本気でこの髪の長さというものは、私は髪長いのがすげえんだよ。